26分発の快速和歌山方面岩佐行きです。新大阪を出ますと西九条、弁天町、大正、新今宮、天王寺、天王寺を出ますと浜線、堺市、三国ヶ丘、大鳥、泉府中、東岸和田、熊取、日根野、泉砂川、紀伊、武蔵田、和歌山、和歌山を出ますと海南、美濃島、藤波方面、湯浅まで各駅に停まってまいります。快速の和歌山方面湯浅行きです。発車まであと2分ほどお待ちください。快速和歌山方面湯浅行きです。まもなく発車いたします。発車いたします。扉閉まります。ご注意ください。お待たせいたしました。今日も JR 西日本ご利用くださいましてありがとうございます。快速の和歌山方面湯浅行きです。止まります駅は西九条、弁天町、大正、新今宮、天王寺、天王寺を出ますと阪和線、堺市、三国ヶ丘、大鳥、泉府中、東岸和田、熊取、日根野、泉砂川、紀伊、武蔵田、和歌山、和歌山を出ますと紀伊国線、海南、美濃島、藤波方面、湯浅まで各駅に停まってまいります。次は西九条です。 JR 夢崎線、阪神線お乗り換えです。西九条を出ますと弁天町に停まります。車掌は天王寺までご案内いたします。ご乗車ありがとうございました。まもなく西九条です。 JR 夢崎線、阪神線お乗り換えです。西九条を出ますと次は弁天町に停まります。発車いたします。扉閉まります。ご注意ください。電車が揺れますのでお立ちのお客様はお気をつけください。次は弁天町です。地下鉄線お乗り換えです。弁天町を出ますと大正に停まります。弁天町です。地下鉄線お乗り換えです。弁天町を出ますと次は大正に停まります。お出口は左側です。弁天町です。次は大正です。地下鉄線お乗り換えです。大正を出ますと新今宮に停まります。次は大正です。大正です。お出口は左側です。大正を出ますと次は新今宮に停まります。次は新今宮です。新今宮です。環状線と南海線、地下鉄線、阪海線お乗り換えです。新今宮を出ますと次は天王寺に停まります。電車が揺れますのでお立ちのお客様はつり革や手すりなどをお持ちください。まもなく電車が揺れますのでお気をつけください。新今宮です。環状線の内回り、鶴橋京橋、大阪方面、大和路線、南海線、地下鉄線、阪海線お乗り換えです。新今宮を出ますと次は天王寺に止まります。発車いたします。次は天王寺です。次は天王寺です。環状線、大和路線、近鉄線、地下鉄線、阪海線お乗り換えです。快速の和歌山方面湯浅行きです。天王寺を出ますと次は浜線、堺市に止まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく天王寺です。お出口は右側です。天王寺を出ますと浜線、堺市に止まります。48分発の快速和歌山方面湯浅行きです。天王寺を出ますと阪和線、堺市に停まります。あと1分ほどで発車いたします。発車いたします。扉閉まります。ご注意ください。お待たせいたしました。今日も JR 西日本阪和線ご利用くださいましてありがとうございます。快速の和歌山方面湯浅行きです。止まります駅は堺市、三国ヶ丘、大鳥、泉府中、東岸和田、熊取、日根野、泉砂川、紀伊、武蔵田、和歌山、和歌山を出ますと紀伊国線、海南、美濃島、藤波方面、湯浅まで各駅に止まってまいります。途中の大鳥で普通電車の日根野行き、熊取で和歌山行き、日根野でシャトル関西空港行きに連絡いたしております。次は堺市です。堺市を出ますと三国ヶ丘に停まります。車掌はです。
和歌山までご案内いたします。優先座席は必要とされる方にお譲りください。混雑時には優先座席付近では携帯電話の電源をお切りくださいますよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。まもなく堺市です。堺市を出ますと次は三国ヶ丘に止まります。お出口は左側です。まもなく堺市です。発車いたします。次は三国ヶ丘です。南海線お乗り換えです。三国ヶ丘を出ますと大鳥に止まります。三国ヶ丘です。南海線お乗り換えです。三国ヶ丘を出ますと次は大鳥に止まります。次は大鳥、大鳥です。東羽衣方面と普通電車ひねの行きお乗り換えです。大鳥を出ますと次は泉府中に止まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく大鳥です。東羽衣方面と普通電車ひねの行きお乗り換えです。大鳥を出ますと次は泉府中に止まります。快速の和歌山方面岩佐行きです。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。快速の和歌山方面岩佐行きです。泉府中、東岸和田、熊取、日出野、泉砂川、紀伊、武蔵田、和歌山。和歌山を出ますと海南、美濃島、藤波方面岩佐まで各駅に停まります。途中熊取で普通電車和歌山行き、日出野でシャトル関西空港行きに連絡いたしております。次は泉府中です。泉府中を出ますと東岸和田に停まります。泉府中です。泉府中を出ますと東岸和田に停まります。お出口は左側です。次は東岸和田です。東岸和田を出ますと熊取に停まります。東岸和田です。東岸和田を出ますと熊取に停まります。お出口は左側です。次は東岸和田です。失礼しました。次は熊取、熊取です。普通電車の和歌山行きお乗り換えです。熊取を出ますと日出野に停まります。次は熊取です。ご乗車ありがとうございました。まもなく熊取です。熊取を出ますと日出野に停まります。普通電車の和歌山行きお乗り換えです。熊取です。発車いたします。扉閉まります。ご注意ください。次は日出野です。次は日出野です。シャトル関西空港行き3番乗り場から7時26分の発車です。階段を渡りまして3番乗り場から7時26分の発車です。ご乗車ありがとうございました。まもなく日出野です。日出野を出ますと次は泉砂川に停まります。シャトル関西空港行き、階段を渡りまして3番乗り場から7時26分の発車です。快速の和歌山方面岩佐行きです。まもなく発車いたします。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。快速の和歌山方面岩佐行きです。泉、砂川、紀、武蔵田、和歌山、和歌山を出ますと海南、美濃島、藤波方面、岩佐まで各駅に停まります。次は泉、砂川です。泉、砂川を出ますと紀に停まります。泉、砂川です。泉、砂川を出ますと次は紀に停まります。お出口は左側です。次はキー、キーです。キーを出ますと武蔵田に止まります。次はキーです。まもなくキーです。キーを出ますと次は武蔵田に止まります。キーです。次は武蔵田です。武蔵田を出ますと和歌山に止まります。次は武蔵田です。まもなく武蔵田です。武蔵田を出ますと次は和歌山に停まります。次は和歌山、和歌山です。特急黒潮1号新宮行き4番乗り場から8時53分。和歌山市行きは8番乗り場から8時10分。
和歌山線高田方面奈良行きは7番乗り場から8時19分の発車です。この電車が普通電車岩佐行きとなります。4番乗り場から7時51分の発車です。岸川線ご利用のお客様は地下道を通りまして9番乗り場へお越しください。ご乗車ありがとうございました。まもなく和歌山に到着いたします。車内にお忘れ物なきをご注意ください。特急黒潮1号新宮行きは4番乗り場から8時53分、行きは和歌山市行きは8番乗り場から8時10分、和歌山線高田方面奈良行きは7番乗り場から8時19分の発車です。この電車が湯浅行きとなります。海南、美濃島、藤波方面、湯浅まで各駅に停まってまいります。4番乗り場から7時51分の発車です。車内温度維持のため半自動の取り扱いをさせていただきます。降りの際はドア横にあります操作ボタンを押してお降りください。ご案内いたします。この電車は7時51分発普通湯浅行きです。終点湯浅まで各駅に停まります。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。お待たせいたしました。普通湯浅行きです。終点湯浅まで各駅に停まります。途中海南には8時6分、美濃島8時24分、終点湯浅には8時37分に着きます。お手洗いは一番前の車両にございます。車内は禁煙です。車内禁煙にご協力ください。車掌で終点岩佐までご案内いたします。次は宮前、宮前です。ドアの手動扱いについてご案内いたします。終点岩佐までドアを手動扱いとさせていただきます。お降りの際はドア横の開けるのボタンを強く押してドアをお開けください。宮前、宮前です。お出口は左側です。お降りの際ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。次は君に寺、君に寺です。お客様にお願いいたします。車内で出ました不要なものは駅のゴミ箱でお捨てください。ご協力お願いいたします。君に寺、君に寺です。お出口は左側です。お降りの際ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。次は黒へ、黒へです。黒へ、黒へです。お出口は左側です。お降りの際ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。次は海南、海南です。海南、海南です。お出口は左側です。お降りの際ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。次は清水浦です。お客様にお願いいたします。車内で出ました不要なものは駅のゴミ箱へお捨てください。車内美化にご協力をお願いいたします。清水浦です。お出口は左側です。お降りの際ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。また降りの際足元にご注意ください。次は鴨郷です。鴨郷です。お出口は右側です。降りの際ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。次は下津です。お出口は左側です。降りの際ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。次は初島です。初島です。お出口は右側です。お降りの際ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。通りの際足元にご注意ください。次は美濃島です。お出口は右側です。お降りの際ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。次は木井宮原です。木井宮原です。お出口は右側です。お降りの際ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。次は藤波です。岩佐、失礼しました。藤波です。お出口は左側です。
降りの際、ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。藤波です。次は終点岩佐です。今日も JR 西日本ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点岩佐です。お出口は左側2番乗り場に着きます。普通キータナベ行きは着きました。同じホームの向かい側3番乗り場8時52分です。忘れ物ございませんようご注意ください。降りの際ドア横のボタンを強く押してください。ドアが開きます。また降りの際足元にご注意ください。ありがとうございました。